この買い物リストにあるものを買ってきてほしいので、みさかはみさかはあなたにお使いを頼んでみる。なんでお前の検査の付き添いに来た上に買い物なんか行かなきゃならねえんで。みさかはこれから大事な検査があるからだよって、みさかはみさかはもっともな理由を説明してみる。終わった後に自分で行けばいいだろうが。早く行かないと売り切れちゃうのって、みさかはみさかは隠しきれない焦りを見せてみたり。諦めろ。すごく欲しいのって、みさかはみさかは地団駄を踏んでみる。たくうるせえクソガキが、そんなに欲しいもんなのかよ。とても楽しみで、本当は自分で買いに行きたいんだよって、みさかはみさかはしょんぼり落ち込んでみたり。涙ぐんでんじゃねえよ。買ってくりゃいいんだろうが。やったー、リストにお店の場所も書いてあるから、で、みさかはみさかは上機嫌で検査に向かってみたり。クソったれが、乗せられちまったが、仕方ねえ、行くとするが。外に出てきたはいいが、よく見りゃ何なんだこのリストはよ。小物だの、ぬいぐるみだの、ほとんどガキ向けっつうか、女が買うようなもんばっかじゃねえか。しかも全部違う店と来たかよ、クソったれが。ち、とりあえず近い店に行ってみるしかねえが。ここがクソガキのリストにあった店のようだが、どんな店なんだ。なんだこりゃ、とても男が一人で入れる雰囲気じゃねえぞ。やめだやめ、くったらねえ、やってられっか。でもよ、手ぶらで戻ったらクソガキが泣きわめく状況が目に浮かぶよな。あくそ、一気に入って一気に出るか。いや、さすがに無理ってもんがあるぞ。どうかしましたかと、美坂は率直な疑問をぶつけてみます。なんだお前かよ、なんでお前がこんなとこほっつき歩いてんだ。まあいいか、お前には関係ねえことだ、放っておけ、失せろ。お使いに来たのではないのですかと、美坂はあなたの暴言を無視して確認を取ります。なんでわかんだよ、お前はいつから頭の中が読めるように。いや、美坂ネットワークってやつか。そうです、あなたを一人にして大丈夫かという上位個体の意識が共有されましたと、美坂はネタバラシをします。ところで、お使いであれば早くお店に入った方が良いのではと、美坂は客観的事実を述べます。うるせえよ、こんな店に男が一人で入れるわけねえだろうが。では一人でなければ良いのでしょうかと、美坂は打開案を提示してみます。一人でなければって、つまり俺とお前で入るってことだよ。はい、そうですと、美坂はゆっくりうなずきます。お前よ、俺がしたことは忘れたわけじゃねえだろ。俺を助ける義理は何もねえはずだぞ。美坂たちはあなたを責めないと結論付けました。過去のことについては上位個体と話がついているはずですと、美坂は型がついた話をわざわざ掘り返して根節丁寧に説明します。では早速お店に入りましょうと、美坂は煮え切らないあなたの入店を促します。ここまでお膳立てされちまったら乗ってやれ、行くぜ。いらっしゃいませ。店の中は想像以上に強烈だぜ。さっさとクソガキの目当てのもんを探すか。キャー、これかわいい。買って買って。はあ、お前何のつもりだ？男女が二人で買い物をするときはこうするものでは？と、美坂は一般的な想像をしてみます。まさかこいつ、恋人同士を装ってるつもりか？ああ、こっちもかわいい。全部欲しいなー。ち、
それともふざけてやがんのか。表情がなさすぎてちっとも上がりやしねえ。ああ、リストにある名前と一緒のものがあるな。おい、これで間違いねえか。はい、上位個体のイメージするものと一致します、と美坂は確信を持って肯定します。よし、さっさと買って、こんなとこからおさらばだ。わーい、買ってくれるのね、嬉しい。もうそれやめろ、かえって目立つだろうが。会計が済むまでおとなしくしとけよ。お前ありがとうございました。クソが、あの店員ずっとニヤニヤしてやがって。無事に買えてよかったですね、と美坂は賞賛の言葉を送ります。ああ、悔しいがお前のおかげでない。脳の代理演算といい、今回のことといい、すっかりこいつらの世話になっちまってるね。これからすぐに次の場所に向かうのですか、と美坂は確認をしてみます。ああそうだ、あと2つもあんだよ、勘弁してほしいぜ。じゃあ俺はもう行くからよ、世話になったね。なるほど、これは興味深い展開ですね、と美坂は面白半分にネットワークに情報を回します。